久しぶりの収録かつ2023一発目、なんと会長ハワイ大豪邸じゃん。ありがとうございます。5日目、ここにずらっと車を並べてね、これからドライブに行きますよ、みんなで。つれてます？つるでしょ。そうですよね。会長横にしてするのはやりたくないですけどね。最悪のパターン。それです。5日目にしてやっとドライブっていうね。贅沢なもんですよ。いやーいいねジョニー、YouTube 出んの初めてだね。自分の YouTube チャンネル作るよ。作るの？僕の会社の。ああ、そんなつもり。ジョニーはね、もうハワイの会長の家の管理人ですよね。ああ。ジョニーさん、ワイルドね。今回の旅の目的、パワースポット巡り。ここは結構このハワイの全部のパワースポットの中で、結構平和のパワースポットだね。なんていう名前だっけ？ケアイバーヘア。ケアイバー。ケアイバガラめっちゃ悪いですね。そう、あんわんわん。いろんな人見てるし、バスケしてる子はずっと見てるし。あとジョニーめっちゃ踏む。このちょっと言わなかった。大丈夫です、大丈夫です。ハンディキャップに止めたりかな。会長の2倍くらい踏んでくるから。いいのこれ。こっち今動かします。いやー、パワーもらって帰ろう。ね。パワーもらって。そして。おジョニー話せるのハワイ語。どこ行くの？テンプルね。テンプル。お寺みたいな。このキアイベヘアは一番なんか平和で、なんかいろんな治療とかやる。あれ？そう、それですね。入っていい？入っていい。だからこっち入る前には、サンクル出るっていつも言ってたけど、こっち入る前なんか最初なんかこう。周り見てからいいねみたいな感じでした。このスピリチュアルエネルギーになって、超いい天気だ。これで転んだら失敗なんだよ。失敗。転んだら入っちゃいけない。マジ？言っていいですか？気持ちよかった。この真ん中に座ったり、前こっちに寝転がったよね。Remember？ いや。普通に座ったり寝転がったり。リラックスしてください。尖ってるとこがあれなんだ。これ全部、こっちが全部パワースポットだ。パワースポット。ね、うん。まあ昔はいろんなね、もうちょっとちゃんと立ってて、まあ生きてたんじゃない？人がたくさんいて、治療とかやって、いろんなのを勉強したり、教えてたんじゃない？医者とかもいろいろな感じ。ここでちょっと一回休憩しましょうか。うん。日焼けでもして、靴脱いで。一番さ、靴脱いだ方がさ。芝生に足がね当たった方がさ一番いいんだよね。本当本当。お、できれば転びそうでしたね。あれ。できれば靴下も脱いでからさ離していった方がね。離して最初の方がね。これ大事だよ。これ大事です。本当？うん本当本当大事だ。
こっちからこのパワースポットからこっちから入ってくるって書いてあるよ。全く風もないしね。暑いな。暑いですね。さっきから文句言ってますね。あの人文句言ってますよ。こんなパワーあるところで。TikTok 見てました。いや、こんなパワースポットで TikTok 見たから。見てましたよね。TikTok 見てたよ。今日の晩ご飯。イエーイ。ラストナイトさ。34の正月にあの別荘を買ったんですよ。あのハワイに来て、はい、探して買うまで半年かかったから。なんでそのタイミングで別荘買ったんですか？ハワイに、松浦君はもうハワイに住んでずっと制作活動をしていなさいって前の与田会長に言われたから、あ、だったらずっといるんだったら、はい、家を買った方がいいなと思って、その時に作ってた家なんだよね。ちょうど反対だな。でも前の家見てたら、見てフォーセールみたいに出てたからさ、見に行って、はい、あ、それしかないと思って買っちゃった。買っちゃったらさ、戻ってこいって言われて。なんで与田さんはそうハワイに。俺が日本にいない方が、ね、都合が良かったんじゃないの。いろいろと。ああ、そういうなんか社内政治っぽいとこもあったんですか。そう、多分ね、うん、あ、会長もそんなことだろうなと思って。いや、俺は純粋にそうかもしれないけど、ハワイに住めることが嬉しいから行った。そしたら1年で帰ってこいって言われて。俺家どうすりゃいいんだよ。あ、じゃあ1年間住んでたんですか。住んで、はあ、行ったり来たりは多少あったけど、はい、で帰ってこいって、まあ、じゃあこの家買ってくれよ、はい、買ってくんねえから、ずっと自分で持ってんだよ。そうだよ、売ろうと思ったんだけど、何回も結論売らないでよかったですけどね。うん、ちなみになんで与田さんその時戻ってこいって言ったんですか。会社、俺がやりたくてガタガタのこと言ってたんだけど、俺がやりたくせんみたいな。20。与田さんがいいとか悪いとかじゃないんですよ。はい。その時の与田さんの判断としては、松浦君は丸なかしいから、日本にいたら、なんか事件でも起こしそうだからっていうのがあったと思う、同情したし。それはわかる。今となってはね、はい、当時の俺は危ない。そんな危なかったですか。危ない。バカだった。正直言って30代はバカでしたから、もう本当にいろんなところからいろんなこと言われて、30代は悪すぎたから、はい、40代になっておとなしくしてってさ、30代のさ名残でいろいろみんな思ってるのよ。ね、それ終わって50代になって YouTube やったら、みんなはえ、こんな人なんですか。もともとこういう人なんですよ。世の中は人を作りますよね。その貯蔵というかなんだろうな、はい、だからもうそのままどうしよういいじゃんと。だって別に YouTube やった時だって、はい、こんな風になるなんて思ってないよ、はい、俺が生放送って誰が聞くんじゃいって思ったし、俺が何をするんだってやってみたら、思いのほかなんか、え、あ、おーみたいな起きて、びっくりしました。
まあね、六本木ではもう YouTuber だって言われてますもん。発表も YouTuber。 YouTuber の松浦さんがいる。あまり嬉しくない。YouTuber って言われて嬉しくないです。あそこにじゃあ曲作りしに来るアーティストもたくさんいたんですか。あの家の周りにまた 2,3 軒借りて、はい、だから前のなんだっけ、日テレの番組の時のアナザースカイ、隣の家借りてそっちでやってて、はい、泊まるのは家だよね。だから今の隣の家欲しいなって。あ、今ですか。今欲しいってこと。いや、だからスタジオにすればいいな。スタジオを後ろに作ろうと思ったら空いてんのよ、人いっぱい、はい、車庫の家には、はい、でも全然進まないの。あれ、ここの人ですか、なんと。いやいや、違います、なんか、あ、違う違う違う、ハワイ州のね、そう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 ね、全く進まないから、待ってるんだったら隣の家買ってちょっといじった方が早いし、海沿いだし、よくねってつながって倍になるんだから、ね、海、海っぺりの面積が倍になったら価値は倍とは言って倍ぐらいなんだね。あそこから生まれた名曲って何ですか。あそこっていうか、あそこの前の家だけど、はい、アユのファーストアルバムは全部そうです。へぇ、アユの曲がいっぱいあります。ああ、じゃあこのハワイでできてるんですね。そうだよ。会長でも、じゃあなんだかんだこう音楽はいいとか言いつつも、そうやってスタジオを作るくらいなんで。いや、それは長田が作りたいっていうから、 LA のアーティスト勢をハワイに合宿だって連れてきて曲を作らせるときに最高のロケーションだって言うから、それ間違いないなって。でも俺がさ、林さんとかさ、はい、あの黒岩社長に言うとさ、俺が欲しいと思われるから、お前ライブ。俺が欲しいだけに思われるから、はい、お前が言う。ちゃんと言えよ。俺が言うと、俺が隣の家も欲しい。だったら俺の家も買ってくれよって。全部 YouTube 出ますよこれ。リンクだけ送りつけてください。あー面白。じゃあもしかしたらそこのスタジオになって、まだね、そこ映すかもしれないですね。隣スタジオになってすごい、最高のロケーションですよね。最高ですね。ということで、明日からその ABEX USS ですね、ロスに。USA だね。はい、有名作家さんとかがいて、グラミー賞もノミネートして、あれでいいんだったら隣の家勝手にすごいことがない。ロスからイノルの毎日みんな誰が来るの。いいね、最高っす ね、 ね。じゃあうちの裏には宿泊施設を作らない。足りないぐらい。それでみんなやってろと、はい、聞きに行くだけ。それいいっすね、クリエイティブ。いいね、もうそれ任せるな。無理なら無理、いいけど、だって家を建てるのに2億3億かかるんだったら、何家買って6億だったら、ちょっと考えるよ。だって海沿いだもん。会長、上場に向けてのアドバイスをなんか皆さん聞きたら。誰が上場するの。浅田さんが。いや、俺の下に上場すればいいんだよ。そういうことだ。簡単な話だよね。すごい説得力すごいです。俺を信じろでしょ。上場って誰でもしようと思ったらできるものなんだ。ちゃんと会社の規律とか決まりがちゃんとできていて、ガバナンスがちゃんとしてればできなくはないけど、あんまり意味はないよね、そうしても。へえ、お金儲かんない今は。自分がいかにいっぱい株を持っていて、自分たちだけの力で上場するかっていうことなんで、はい、そんなさ、いろんな投資家からお金募っていっぱいもらって上場したって、その人たちのところにお金いっちゃうわけだから、はい、その頑張った人たちにお金来ないじゃん。頑張った人はお金はないけどアイデアがあったわけでしょ、はい、だからいろんな人からお金をもらってやるっていうのは今時ね、はい、俺の時は自分で用意する時代だから。へえ、誰も貸してくれないから、自分で家売ったりいろんなもん売って、そうやって用意したお金で会社をやって上場するのは俺の時代。今の人たちはみんな人から金かけて上場するけど、自分のもんじゃないから儲かんない。そこまでしてでも上場する意味って何だろう。上場っていうのは社会的信用だったんですよ。俺みたいなさ、やつがさ、上場しているからどうにか信用されるんだよ。へー、上場してなかったら、ね、僕のヤクザな会社でさ、
会長じゃ今の時代だったら上場しなかったですか。分かんないな、資本金が誰が持ってるかね。だってさ、人にさ、お金を出してもらって上場目指す人は上場せざるを得ないじゃん、うん、だってそうじゃないと返せないじゃん、借りた人に。はい、うん、でも俺らの時はそういうのはないから、俺が逆に株を上げた方だからさ、仲間に、ああ、俺、はい、全部俺だ、上げた方だから、俺損してあげる、全部俺のもんだったら今頃は大丈夫、狂ってるよということで、最後の晩餐ハワイね、浅田さん、はい、いやー短いね、期間でしたけども、神殿みたい、最高のハワイですね、やっぱり、見えた、うん、最高ですね、あなたはね浅田さん、何しに来たんでしょうか。いや、何しに来たんだろう。いや、もちろん仕事に決まってんだろありがとうございます。すごいな。ここがロスの滞在先、サービスアパートメントですね。全然料理もできるっすね。オーブン、電子レンジ、アパートメントホテルらしいんですけど、こうやってホテル内にバーがついてたり、横にはね、そこプールがあったり、こっちにはね、あ、ここはフリーでコーヒーが飲めたりする。で、シネマ、映画館がついてますね。映画館がついてたり、ここはジムだ。すごっ。助かる、こういうのジムがついてたりしますね。なんと同行スタッフも同じ建物内に泊まっているという、すごい贅沢なところだ。ここを拠点にちょっとね、 LA でいろんなとこを見に行ったりする予定なので、楽しみにお待ちください。よし、よし、ありがとうございます。ありがとうございます。これ代表的なラーメン、シグニチャーってやつ。確かにすっげえトリュフの匂いだ、ね、会長、お口に合うか。ラーメンってラーメンだけど、日本のラーメンとはちょっと、はい、似てますけど、バターすごいな。あ、バター。バター。なんかこれこれで、うん、ありですね。おいしい。そして次はね、ホールフーズでホテルで食べる食事とかお酒とかを買い出し。ね、浅田さん。当たり前やバカ野郎。フルーツの量がすごいですね。たくさんあるね。フルーツだね。これ誠のケツにいっぱいついてる。汚ねえな。ついてるか。回ってる回ってる。これ一切れの値段ですかね。これワンパウンドとかなんか単位じゃないの？じゃあこれそうだろ。あ、パウンド、そう。パウンドだ。重さよ。400何十グラムでいくらだね。お肉もずらーっと。
上等ですね、この骨付きの肉とか。でもワインコーナー、ワインとシャンパン、すげえめっちゃある。これ Pay with just your palm って、あの手のひらだけで払えるんですよ。すごっ、全然使われてる感じがしないからいやだから実験的にやってないですか。カードを選んで、はい、パッてやれば買えるってね。何が多分お店で選んの、これは何だ。だからここで払って取りに取っていいってことじゃないですか。あ、ピックアップ登録しといて、そういうことですね。あ、なんで手のひらで払えるんですかね。そこなんやね、なんでない。進んでるね、ついていきなね恐ろしいな。めんどくさいよ、簡単になるほどなるほど、これを覚える、めんどくささが覚えるっていうのはよくわからないよ。簡単になればなるほど、確かに。プリントカードをスキャンさせて登録して、簡単になるんだけど、ここまで抜きます簡単にするまで抜く。初期段階は最初、自分の中で習慣化するっていうのは難しいですよね。まあ、便利なんだけど、覚えて覚えるのが大変。 ABEX USL 何欲しい。覗きに日本にいながらもこう ABEX USA の活躍は聞いてたんですか。っていう感じ。今日より昔の ABEX みたいなね。へぇー、はい、パブリッシュ、ナイスとパブリッシュ、はい、いろいろ ABEX のためになるよ。